どうも、ブガバリです。スニーカーをホッスルホッスルということでね、はい、本日はね、先週かな、越谷のね、アウトレット行ってきますけど、その時の様子をお伝えいたします。こんな感じだったんで、洋館で見ていただけたらと思います。それでは、どうぞ。まあ、平日っていうのもあって、結構ガラガラでしたね。お客さんは、まあ、少なかった感じです。はい、ニューバランスですね、最初言ったの。ガーッと並んでます。で、ニューバランスね、行ってみてた感想としては、1万円以内で、割と、かっこいいやつが買えるのかなって印象ですね。6000円とか7000円とかで、そんぐらいで、買いやすい値段で、商品が並んでた印象ですね。はい。こう、トレッキングシューズっぽいのとかあったりとかね。あと、まあ、まあ、ランニング感あるけど、ちょっとカジュアル感あるような、のがあったりとかで、まあ、意外とね、行ってみたら面白いのがあったりするんじゃないかな、初めてかな、マーチン入ったの初めてですね、僕ね。ドクターマーチン。はい。アウトレットのマーチンは初めてですね。まあ、大体 40% オフから 60% オフぐらいの値段で、商品が並んでます。はい。こちら、この黒いやつ。これ、ウィングチップシューズって唯一僕がドクターマーチンで持ってるやつで、これのね、白と黒のツートンのやつがあってね、それを僕持ってるんですけど、マーチンはね、やっぱりね、あの、イングランド製がいいっすよね。はい、あとね、これ、なんか大学生ぐらいの子よく履いてるやつ。マーチンのこのなんかローファーじゃなくて、なんかこれね、これだよ。これです。はい。この辺が大体、イングランド製かな。ちょっと高いんですね、値段がね。まあ、大体マーチ2万いくら、2万5千円ぐらいなのかな。でも、まあ、イングランド製なら3万5千円ぐらい。あとね、プーマ行ってきました。はい。久々に行ってきました。ちょっとこれ、ガンダム感あってかっこいいやつがあったりとか、ガンダム風味感ありますよね。はい。ごつくてね、なんか、最近流行ってる感ありますね。はい。あとね、プーマのね、スエードかと思いきや、ちょっとスエードではなかったやつです。はい。あとね、これ、ちょっとね、渋いっすよね。これかっこいいっすね。ファーストライダーっていうのかな？ねえ。なんかレトロ感ありますよね。ヴィンテージブームの時流行ったような形風味なんじゃないかな、赤の形のやつですね。はい。これも5000円ぐらいかな。はい。あとこのガンダムみたいなやつも6490円なんで、まあ、だいたい7000円ぐらい。あとね、あの、話題になった、サンプソンですか？はい。5990円。あと、プーマと言ったらやっぱ僕のイメージはやっぱスエードだったりね、こう、クライドとか。こちらもね、まあ、オレンジだったんですけど、5000円ぐらいでありました。あとね、すごいな、これ、若干オールドスクール感ある雰囲気のプーマのランシューっすかね。あと、ま、このように子供用のね、スニーカーも売ってました。はい。あとはね、フィラとかもね、なかなか行かないんで、ちょっとフィラとか行ってみました。はい。このね、ソールのぐるぐるがいいですね。ぐるぐるぐるってこのナルトみたいなやつ。食べ物ね。グランドヒル2かな、これ。グランドヒル1か。な。いや、2だ。2です。はい、ありました。あとね、こう、なんかオールドスクール感ある。こう、何シューズっていうのこれ。ちょっとテニスシューズ風味感の形なのかな。あとね、フィラのこの、ね、少し前から流行ってるディスラプターですか。確か。そんな感じです。はい、ディスラプターいっぱいありましたね。これも6900いくらなんで、まあ7000円ぐらいですか、大体。うん。まあ、フィラもともと定価がね、1万円いかないぐらいですごく安い価格なんでね、買いやすいかと思います。あと、スーパー安いのがね、こちら、このフィラのね、これこそテニスシューズっぽいのが2200円ぐらいやったり、まあ、30% オフなんで、まあ、大体その商品が 30% オフぐらいで売ってるのかなと思います。こちら。これかっこよくないですか、このバッシュフィラの。オールドスクール感ある感じの。8470円。そうっす。まあ、もともと1万2000円ぐらいの定価だったのかなっていう感じの。これもね、なんかかっこいいっすね。これ、いい、調子いいじゃないですか、これ。緑でかっこいいじゃないですか、これ。ね。あと、これがグラントヒル3かな。はい。これも1万円ぐらいで、そんな感じですかね。はい。ということで、あとね、ナイキに行ってきました。ジョーダン1のね、このミッドが売ってたりとか、はい。あと、デイブレイクでしたっけ。これもね、大量にありました。4000円とかでしたね。あと、まあ、少し前から結構並んでた、こう、エアマックスシリーズ。割と、長いこと置いてありますよね。あと、まあ、このジョーダン1。
これ俺が買ったやつです。ラス1でしたね、ここでは。あとまあ他にはこのように乱種がブワッて並んでます。ちょっとねこの辺のあの何でしたか、あのゴミのやつで作ったやつ気になってね、履いてみたくはあったんだけど、まあなかなかね、まああえて買わなかったです。あとオフホワイト風なホースさんがあったりとか、あとまあこんな感じですかね、なんとなく。あとブレザーのね、ちょっとかっこいいげな色、良さげな色ですね、これね。色が調子いいなって感じです。これ7000円ぐらいとか、あと、ズームなんとかですね。乱収の高いやつとか、あとまあ T シャツも結構充実してました。はい。という感じでね、平日のね、割と早い時間に僕行ったんで、過ごしやすい場所なのかなって思いましたね。まあ。だからね、僕思ったのはね、越谷のね、アウトレットはね、結構ね、人がいない、そんなに。混んでないのよ。だから、割と僕好きで、たまに行くんですけど、まあ、今の時期だとあんまこう外出れない風味感あるから、まあ、だからもし行く際はね、ちょっと午前中に行ってみるとか、ちょっと時間ずらして行くと、割とま、行きやすいのかな、風味なんじゃないかな、感と感じました。はい、ということでね、今回は、越谷のアウトレット行ってきた様子をお伝えいたしました。以上です。どうー。